100万人が犠牲になったルワンダ大虐殺から30年となる節目に、悲劇を繰り返さないよう祈る追悼記念式典が開かれました。ルワンダの大虐殺から30年、今日は原爆資料館ホールでルワンダと長崎をつなぐ平和のイベントが開かれます。1994年4月アフリカ中部のルワンダで民族間の内戦が起き、100日間でおよそ100万人が亡くなりました。式は最後の被爆地として継承活動を続ける長崎で平和の思いを共有しようと開かれ、被爆者や市民らおよそ200人のほか、4月に着任したムカシネ・マリー・クレール駐日ルワンダ大使も参加しました。まず映像でルワンダ大虐殺について学んだ後、参列者がそれぞれメッセージを発表しました。対話の痛みを乗り越えたその先にあるものは、大虐殺と原爆投下を経験し、その負の歴史から復興を遂げたルワンダと長崎が知っているはずです。 We need peace. World needs peace. ルワンダと長崎が今手を取り合うべきではないでしょうか。最後に被爆者らで作る合唱団がルワンダの犠牲者に向けて作ったオリジナル曲を会場全員で歌い、会場は平和への思いに包まれました。